もち米もだな減ってきてはいて休んでる。明日提出書もしようと思ってるイエスの下書きを書こうかなって。最後までやり続け、納得した答えが出るまでやり続けていきたいなというふうには思ってます、うん。どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということですね、今回は私は今福岡の方に来てます。テケテンっていうしゅんダイアリーに以前出ていただいた22卒の今のまだ就活を頑張ってる方がいるんですけど、今日はちょっと一日を密着しながらどういう生活をしてるのかなっていうのを追っていけたらなと思ってます。ということで今からテケテンの家にお伺いしようと思います。では行ってきます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お邪魔します。どうぞ。すごーい、あ、綺麗。お邪魔します。すごーい、綺麗。めっちゃ綺麗だね。え、テケテンさ、普段さ、面接受けるときってどこで受けてんの？面接、そっちで受けてます。ここで受けたら、その背景真っ白なんですよ。確かに確かに、うん、ここで受けてるんですけど。おー、めっちゃいい面接スペースじゃん。これ何？あ、これは、あれです。え、メモです。何の？イベントをやった時のメモですね。いつもさ、面接やるときとかも紙みたいなの置いてメモしたりするの？あ、だから基本的になんか髪見ながら面接はしないようにはしてて、一応、うん、目線が下に行きがちなので、そうです、ね、ここら辺に置いて逆質問の時だけ引っ張ってくるみたいな。今のなんか状況みたいなところを改めて教えてもらってもいいですか？就職の状況です。はい、もち米もだんだん減ってきてはいて、エントリーシートいくつか貯めてはいるんですけど、うん、面接がなんか1時かの2個ぐらい受かって、うん、1つはなんか最終って言われてるんですけど、まあ、その東京に行かないといけないっていうのもあって、自分自身対面なのかなっていうのがすごい不安で、うん、ちょっと迷ってるとか、うん、お医者さんはオンラインなので、うん、希望について理解してから、まあ、ちゃんともう一回面接に行こうかなっていうふうには考えてます。なるほど。じゃあ今は2社が選考に進んでるっていう感じってことですか？そうですね、うん。てけて今は何してるんですか？そうですね、今はゼミの復習じゃないですけど、うん、なんか英文を読んで、うん、その先生にご指摘とかいただくんですけど、うん、それに向けてなんか文章の汚いところを直すとか、うん、なんかそういうのをやってます。うん、あ、今から先輩に会うことになってるので。おお疲れ様です。テケテンとはどういう関係なんですか？同じ学生団体の後輩ですね。へー、太郎ちゃんが先輩？一応僕が今修士1年で、はい、先輩ですね。おー、え、じゃあお互いで就活の話とかもしたりするんですか？する時もあるんですけど、うん、最近はあんま話す余裕もないのか、なんか気遣ってくださってるのか、うん、どっちかだと思います。なるほどね。まあ、若干気遣っておりますね。そうだよね。のいい関係ですね。最終的にさ、その会社で何をしたいかとかさ、どういうところはなんか考えてるの？じゃあなんか新規事業とか、事業の中でその興味が持てる会社じゃないと受けないようにはしてて、どちらにしろ志望度が下がってるから、その興味がないところだと。だから興味が持てる範囲内の会社って感じです。ああ、なるほどね。今後そのテケテンが納得いく形で終えるために、なんかあとプラスアルファどういうところが必要だなって、その太郎ちゃんが思う。ああ、なるほど。本気で言うと企業分析じゃないのかなと。
その会社だったら何ができるのかだったり、なんでその会社じゃないといけないのかなっていうのが、僕も弱いんですけど、もうちょっと説明されたら、ああ、なるほどね、じゃあそれで分なら分かるんじゃないみたいな風になると思うんで、何やかんや企業の求める人材像に近づくとか、ちょっと寄せるとか、自分たちで十分すぎるぐらいできてると思うんで、どうですか、つけて今聞いて。2、3日前にこれ言われてたんですけど、ありのままの自分というか、なんかそういうのを貫きすぎるのも、それはそれで頑固というか、そこも大切しないといけないけど、やっぱり企業が求めてるものもちゃんと理解して、手前じゃないですけど、っていうのは、分かってるより分かってなかったのかなっていうふうに思ったので、次の面接行く会社とか、やっぱり、先行のステップ上がるというより、その志望度って大事だから、企業から送られてきた資料だったり、自分でなんか企業のホームページ見たりとかして、なんか調べていけたらなと思います。あと、もう一個だけ言うと、時間を作ろうっていうところで、君ね、学生団体で頑張りすぎなんだよ。そのことです。はい。休んで。スノーボールアースって漫画さ、読んだ？いや、漫画は読む時間ないんですよ。ああ、そっか。あのね、読んだ方がいい。ジャンププラスですか？じゃない、あの、スピリッツっていう雑誌の漫画なんだけど、ガクっていう、ガクっていうそのなんか真面目な男子男と、あと天才的なコミュニケーション能力で、人の心を掴むハルっていうのが、ハルっていう男子男がコンビを組んで、なんか起業して、なんか100トリリオン、まあトリリオンドル、トリリオンだから、まあ100兆円です、兆円。今日この後何するんですか？また別の話したじゃないですか。なるほど。トロちゃん、ありがとうね。お疲れ様です。うん、また会いましょう。会いましょう。うん。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。バイバイ。またね、また会おうね。またもちろん。せーのに出します、はい、はい、せーの中吉だった。中吉でした。なんとも言えん。まあ中身読んでみよう。坂道に向かう運気の時です。人の言葉に惑わされるあなたの感性を大切にする時期です。善悪か善悪かの境界線上にあると思います。慎重で公平な判断と誘惑などに負けぬ心意気が必要です。神を敬い正しい心を身につけましょう。給食ってあれですか？うん、頭からく。なるほど。なんて書いてある？近いうちに望みを問う。おお。来ました。え？明けて今何してるんですか？そうですね、今は明日提出しようと思ってる ES の
下書きを書こうかなって思ってます。どういう問いなんですか、そのちなみに ES は。まあ、なんかシンプルなガクチカでその力を入れて取り組んだこととか最も成果を上げたことなんですけど、300字なので結構まとめて書かないといけないのかなと思ってて、まあ、どこを削ってどこを入れるのかみたいなのを考えたいなって思ってます。エピソードを置いといて、ガクチカを通して何を伝えたいのかっていうのを言語化した方がいい気がする。じゃあ今の率直な気持ちを聞いてもいいですか？就職活動についての。そうですね、もうなんかここまで続けてきた以上はもうここで辞めるのももったいないし、納得した答えが出るまでやり続けていきたいなというふうには思ってます。結構前向きっていう感じなんですか？そうですね、もうポジティブに捉えるしかないし、まあ、その分なんかたくさん辛い思いもしたかもしれないけど、まあ、それって誰かの話とか聞くときに使えるかもしれないし、ネガティブには感情はあまり抱いてないです。早く終わればいいってわけじゃ全くないと思うんですけど、長引いた理由とかってどこら辺にあると思いますか？面接のことをめちゃめちゃ甘く見てたのかなと思ってて、やっぱり自責になりきれない部分もあったし、あまり反省を次に生かせてなかったみたいな部分は多少あったのかなと思って、はい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 、面接 そのどこら辺を甘く見てましたか？なんか普段の会話みたいに話せばいけるだろうみたいな思いも多分若干あったと思うんですけど、まあ、実際面接の場に行くとめちゃめちゃ緊張してしまうし、何言ったらいいのか、なんか頭真っ白になったりもするから、普段の自分と違う状態になるってことはあんまり考えてなかったのがすごく。そういうことですね。その大人の人が出てきて普段と全然違うものなんだっていうのが最初は分かんなかったっていうことですね。周りの友人とかと話すときとは言えても、周りの大人から言われるときはまあ言えないとか、言ってることが途中で分かんなくなったりするっていうのもあったので、そこはギャップだったのかなと思います。確かにね。ちなみになんかどんなことをしてたらもう少し就活早く終われたなとか、こういうことをもっとやっとけばよかったなとかってありますか？そうですね、もっとなんか人材だけとかじゃなくて、なんかいろんな企業のことをもっと早い段階から知っておく必要があったのかなと思ってて、その業界とか絞りすぎてなんか後の選択肢が分かんなくて、その企業調べるとかもごてごてになるしみたいな、受けようと思っても気づいたらエントリー締め切り終わってるみたいなのもあったので、より早くから面接の対策とか遅くてもいいけど、どういう業界があるとかはちゃんと調べておくのは早めにやった方が良かったのかなと思ってます。視聴者の方も今日のテケテンの人間性とか頑張る姿勢を見てて、まだね、就活終わってないのが不思議っていう風に思う人、内定取れないのが不思議って思う人が多いと思うんですけど、自分なりになんで内定が取り切れてないってどうしてだと思いますか？そうですね、まあ、正直自分が一番それ聞きたいっていうのが本音なんですけど、強いてあげるとしたら、企業を受けに行くときにその企業だからっていうのはあまり意識してないっていうのがやっぱりでかい部分なのかなって周りに最近言われてと思ってて、置かれた環境で頑張ればいいやみたいな部分が あってしまうので、その企業だからしかできないこととかをもうちょっと考えて臨むとかがやっぱり志望度の高さとかにつながってくると思う、そういうところも大切にしないといけないのかなというふうに思います。これからどういうふうな人生を歩んでいきたいと思ってますか？そうですね、やっぱりもうそこは一貫して向き合うこと、物事もそうだし人も真摯に向き合っていきたいと思うし、まあ、その過程を通してなんか自分なりにポジティブな価値を提供できたらいいなというふうに思います。今日長い間密着させていただいたんですけど、テケテンの人柄の良さとか誠実さとか素直さみたいなところすごく伝わったので、就活はなんかある種のただの通過点だと思うんですけど、その後の人生とか社会人として、あの仕事とかビジネスをやっていく上で楽しく働いてほしいなって心から思ったので、これからもよろしくお願いします。それこそお願いします、うん、じゃあ失礼いたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いてる職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。シュンダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。